はい、えー、今回のテーマはですねヒントは断られている理由に隠されているヒントは断られている理由に隠されているちょっとねこれ意味分かんないと思うんで読みます、まあ、自分を超える方法ノーリミット、まあ、この YouTube の下にリンク入れておきます、えーまあ、登山家の方なんですけど、えー、僕の冒険は莫大な費用がかかる。 冒険の共有を世界にライブ配信しようとすれば億を超える資金が必要になりそれを実現させるためにはスポンサーを見つけるしかない僕は企業やメディアに手作りの企画書を持って回ってみた少しでも時間があれば手紙を書いたりアポなしでたくさんの企業も訪問した もちろん僕は若いし応援してもらえないことの方が多いだが僕にとって大切なことは小さくても続けること最初は僕のことを無視していた大人たちも大きなリュックを背負ってやってくる若者にだんだん興味を持ってくれるようになる広報の人からこんなやつがいるんですがと常務に伝わり常務から面白いやつがいますと社長に伝わりでも最後は応援したいけどごめんねと断れるだが断られてもいいのだ 初めから開かれている道ほどつまらない道はない。本当に自分がしたいこと、皆がしてほしいこと、そのヒントは断られている理由に隠されていると。深いですね。まあ、これをビジネス的に言うならば、例えば、セールスしました。だけど、うまくいかなかった。じゃあ、アクセスを集めようと思っていろんな策をしました。でも、うまくいかなかった。で、そのうまくいかなかったことからヒントをどう 受けあの汲み取れるのかがヒントなんですよわかります多くの人っていうのはそこからうーん汲み取れないそこにヒントがあるんだよ例えばセールスしてうまくいかなかってああダメなんだ大体は大体8割9割はあやっぱ稼げないんだやっぱうまくいかないんだってそっからヒントをうん掘り出せないんですよでも実はそこにヒントがあるわけじゃないですかなぜかっていうとなぜ売れなかったのかっていう うーその結果がありますよねじゃあその結果が分かればじゃあその結果を改善したら売れるようになるわけじゃないですか。でねこれね、まあ、一つ事例をお話しするんですけども、まあ、僕ドリームアカデミアでアンケートを取りましょうっていう話をしてて以前ですねその年去年の年末かなドリームアカデミアにあなたが入らない理由を教えてくださいっていうアンケートを取ったんですよ。なんでドリームめっちゃもう日本一のドリームアカデミア何で入らないのみたいな。 じゃあドリームアカデミーは入らない理由を教えてください。もちろんプレゼントをあげます。みたいなプレゼントをあげる理由,と理由にあ、あげるからその代わり、あなたが入らない理由を教えてくれっていうアンケートを取ったんですよ。入らない理由ですね。要はそこの入らない理由を潰せば入るわけじゃないですか。で、僕はそういうふうにやってたんですよ。で僕はもういろいろやってるんで、まあ全部わかってわ、全部わかってないですけど、まあ、そういう取り方もするんですね。でそれを、それを見た熟成さんがハッとしたらしいんですよ。 いや、吉谷さんと、そんなアンケートの取り方斬新ですと。なぜ買わないのかそれを教えてくれみたいな。いそんなアンケートの取り方あるんですね。って言われて、もうもう、だって、その理由が分かれば、それ潰せばいいだけでしょって話じゃないですか。入らない理由が分かりました。じゃあそれを改善して潰せば入るでしょうって。だって興味はあるわけですから。って話じゃないですか。なんかヒントがあるんですよ。<laughs> 入らない理由にヒントがあるんですよ。 入らない理由よく企業間でもクレームはうーんクレームから何か商品とかサービスがう生まれるっていう事例がたくさんありますけどクレームが実は商品改善のの一つのなんだうんヒントになってるわけで,すよ、ね、でもそれをクレームをうざいクレームと処理するのかクレームをうーん、えー、企業の発展のヒントとして使うのかその人次第その,ひその企業次第ですよね。 これは、ね、すごく深いかなと思いますね。ヒントは断られている理由に隠されている。もう本当にその通りかなと思います。あなたはどう捉えますかと、はい、いうことで終わりたいと思います。ありがとうございました。